こんにちは、速稼塾の久保です。 YouTube をこれから始めようとしている皆様にちょっとね、今回はねすごくためになる返信動画を送らせていただきます。この返信動画は誰に送るものかと言いますと、今日チャンネル登録をして私の方に、ね、連絡してくださった速稼塾の塾生さんで、木谷さんって方がいらっしゃるんですよね。で、この方は私の住んでる町ともう同じところに住んでらっしゃってですね、で、私のところにも来てくれた方なんですけども、こういうふうなメッセージをいただきました。一部ちょっとね、匿名扱いで、匿名というか内容がね、センシティブなところは隠しながらお伝えしていきます。日々勉強しております。動画を見て勉強しております。そして最近速稼塾に入られた方のやる気に驚いています。これね、4月に速稼塾に入った方で、最初の1週間でどのぐらい売り上げを立てたのかなってことで、20名ぐらいの方が速稼塾に入ってくださったんですけども、22名の方がね、そのうちの10名の方が私のアンケートに答えてくれて、こういうふうな実績出しましたよってことで、まあ、売り上げをね、報告してくれたんですよ。で、5050円から12万円までの売り上げを最初の1週間で立てているっていうことなんで、さすがだなと思いました。はい、そのこともねちょっとお伝えしていきます。で、今回の動画ってのは、これから YouTube を始める方に非常にね、まあ、ためになると言いますかね、どういうふうにやればいいのかってことが、まあ、分かると思いますんで、最後までご覧ください。続きますね。新之木さんの自己アフィリエイト動画を参考に、2万円や5050円や12万円の成果を上げるなど、すごい行動力ですね、ということで、ここで一つね、私のコメントをさせていただきます。実はですね、この売り上げを上げる人ってのは、なんで売り上げが上がるのかっていうと、もうね、私の動画を見てないってことなんですよ。私の動画を見たりとか、他の動画を見ずに、もうすぐにアウトプットして自分の行動に切り替えてる人なんですね。だから、いろんな動画を見て勉強してる人っていうのは、実はね、売り上げのアウトプットっていうのをしてないってことになるんですよ。で、これがね、非常にね、面白いことなんですけども、多くの方っていうのは、ものすごく勉強熱心なんですよ。勉強したからって言って、1円も稼げないんですよね。でも、勉強せずに行動した人っていうのは、お金はすぐ稼げてるんですよ。ここ、わかりますかね？だって自己アフィリエイト動画を見たらお金稼げるの分かるじゃないですか。で、お金稼ぐような自己アフィリエイトをするじゃないですか。それがたとえ3000でもいいんですよ。次にやることっていうのは、もう自己アフィリエイトの動画を見るんじゃなくって、その3000円売り上げた方法を目の前の人に教えてあげるってことなんですよ。これが行動です。そうするとですね、誰に教えてあげようかなとか、誰にアウトプットしようかな、誰に3000円稼がせようかなってことに気持ちとか行動が切り替わって、もうすでにですね、学習の必要がなくなるんですよ、ということなんですよね。だからね、多くの稼げない人ってずっと勉強していて、で、なんとなく YouTube を始めて、自分の知らない人が自分に興味を持ってくれて、チャンネル登録や、それからね、コンサルを申し込んでくれたらいいなぐらいに思ってるんですけども、そういう日はね、永遠に来ないんですよ。だから目の前の人、まずリアルで会った人に働きかけていくのが大事です。で、 YouTuber のベテランさんを見ると、もう YouTube をたくさん上げてるだけで勝手に申し込みがあるようなことをね、見るんで、自分もそうなるんじゃないかなと思いますけども、それはね、数年後の話なんですよ。ですんで、今日の売り上げ、今週の売り上げ、今月の売り上げを上げようとしたら、インターネットの向こうにいる人に語りかけるんではなくって、目の前の人に、それこそ家族とか友人に商品を売っていくっていうことになります。ここをね、勘違いしないようにしていただきたいと思います。でも勘違いするんですよね。続きです。自分は現在コロナの影響をもろに被る職種についているため、収入の大幅減と、もしこの状況が長く続くようであれば、雇用調整の対象になる可能性も出てきました、ということなんですよね。で、ここでね、もう一回コメントさせていただきますけども、確かにね、社員さんとかね、アルバイトさんっていうのは雇用調整の対象になるんですよ。まあ、雇用調整助成金とか緊急小口資金とかってありますけども、はっきり言って本当に少ない金額ですよね。どうにもならないですよね。で、私が考えていることなんですけども、とにかくね、自分が社会に出て何か働こうかなとか仕事をしようかなと思った瞬間に法人を立てろっていうね、これ今までも何回も言ってますけども、社員として働く時でも、自分の経営している法人にそこに契約して働かせるって形を取っていくんですよ。アルバイトしてる時もそうです。自分が立てた法人がアルバイトに行くって形にしといて、雇用形態は、例えばね、コンビニと自分の会社っていうふうにするんですよ。そうなると何が起こるかっていうと、税制面で非常にね、優遇されることと、実は法人をやってると、法人に対する補助っていうのもね、今回給付金は法人に100万とか200万出るわけじゃないですか。それが活用できるんですよ。なおかつ、自分の個人事業主としての、法人としてのね、法人としての他の、給付金の手続きもできるんで、ダブルでこういった制度が使えるんですよね。そういうことを前提に考えていくと、法人を立てない意味があんまりないんですよ。ということで、私は法人を立てて、社会人を送ることを強くお勧めしますね。はい、では次。速稼塾に入塾させてもらい、YouTube を発信したいと塾長に相談しながら、何もできていない自分がとても情けないです。
いや、できてるじゃないですか。今日、今回ね、YouTube 作ってくれましたからね。今日がスタートですよ。今日から始めていきましょう。これからは心を入れ替えて YouTube をやって、情報発信で稼いでいきたいです。はい。ぜひね、YouTube で稼いでいきましょう。でもね、YouTube で稼げるのは数年後の話なんですよ。で、私思うんですけど、2020年に YouTube に参入した方、ギリギリセーフです。でも稼げるのは数年後。もしくは、その数年まで YouTube が量産できないようであれば、それすらもチャンスがないと思います。今までに YouTube でもうすでにね、自分の立ち位置を作ってきた人、チャンネル登録者数が5万とか10万っている方が残ります。でも、これから始める方とか、急速にチャンネル登録を1万人できない方っていうのは、もうこれから消えていくしかないんですよね。もうすでに YouTube のサジスト、動画のおすすめとかに出てこないんですよ。そういう厳しい現状も捉えていかなければならないかなというところがありますね。次ですね。マイアミで大活躍されたミスターマイアミさん。ああ、これちょっとね、センシティブなところですね。こう書いてますけども、ミスターマイアミさんと私別に毎日連絡いただいてるんで、なんかここにね、ちょっとトラブったような動画を上げてフェードアウトっていうような内容が書いてますけども、これはね、ちょっと当たらないんじゃないかと思います。もしこういう動画が目にされるとしたら、私の知らないところでこっそりとそういうことをね、マイアミさんがされたのかもしれないですよね。で、私はね、マイアミさんに対して1ミリも信頼関係を壊してませんので、全然1ミリもね、悪い印象を持ってませんからね、喧嘩もしてませんしね。ただマイアミさんが成功するように、情報提供したりとかね、お手伝いするぐらいでございます。今日もね、マイアミさんから3本の動画いただきましたし、速稼塾の中ではマイアミさんのコーナーも作りましたんでね、どんどん見ていただきたいと思います。で、マイアミさんの動画を見ましたが、すごいクオリティですねと、喋りもうまいし、パワポの動画もすごかったです。ああ、すごいですね。まあ、こういうね、形もありますんで、顔出しができない方は、こういうふうなパワーポイントでのスライドショーもありかなと思います。ただ、実際は顔出した方が早く読者さんと信頼関係を作れますんで、私の友人の吉谷さんって方もいらっしゃるんですけども、吉谷さんもね、顔出しばっかりですね。私と同じスタイルです。ですんで、私とか吉谷さんのスタイルでやっていこうかなと思うんであれば、パワーポイントっていうのもたまに使うんですけども、ちょっと私はパワーポイントの方はね、全体の動画の 1% ぐらいしかやってないかなということですね。まあ、教材作るときはね、ああいうふうなパワーポイントもありなんですけどもね。まあ、そこはまた追って、学習していきましょう。そして貯金が〇〇〇円しかない僕は、緊急小口融資に申し込もうと思ってます。最大80万まで、いけますね。社会福祉協議会の方に問い合わせてみてください。しのきさん、塾長とすでに動画にされてるんですが、僕も実際に借りる手順、ああ、なるほどね、借りる手順を YouTube の動画にしたいと思ってますっていうことですね。まあ、ですから、こういうのが、多分人の役にも立つと思うんですよ。自分の体験を、自分の行った問題解決をアウトプットしていくってことですよね。さあ、それですね、今回の動画のまとめになりますけども、YouTube をこれから始めようとしている方、どういうふうにすればいいのかってことをちょっとね、改めてお話しますね。それはですね、どんなテーマで自分のチャンネルをやっていくのかってことです。これについては私の動画とか吉谷さんの動画は参考になりません。なぜなら、あらゆるジャンルをやっている。もう時には意味のないような、一見意味のないような動画も上げてるんですよ。これはね、ひとえに動画の本数を量産したいっていうのが一番上に来てるからなんですよね、優先順位で。でもこれはね、本当にやらない方がいいと思いますよ。そうではなくて、一つの動画が一つのテーマの問題解決を必ずやってるっていうふうなね、そういうふうな動画を作っていかないと、読者さん離れちゃいますんで、やめた方がいいと思いますね。絶対に動画を1個上げたら、何かの問題解決があるっていうふうにした方がいいですし、自分はどんな問題解決をするためにこの動画をやってるんだってことをチャンネルではっきりさせた方がいいと思います。それがチャンネルのタイトルにもなるんですよ。私の隠居 TV、全く意味わかんないですよね。だからこれで売れるっていうのは異常なんですよ。だからこれを真似するとちょっと危ないことになっちゃいますんで、私の動画とかね、吉田さんの動画を真似するんだったら、動画の量産の根性だけは真似ていただきたいと思います。ただやっぱりこれから始める方はね、当てるつもりで当てていかないと難しいです。なおかつ量産もいるんですよ。まあ、ですので今日から始まった YouTube のね、講義動画あります。無料講義。月収100万狙えるやつです。ですからこれをまあね、短いシリーズにしてますんで見ていただいて、その通りにやっていただければ大ブレはしないんじゃないかなと思ってますね。はい。それでね、1動画ごとに問題解決を必ず搭載しろっていうことをお話ししました。で、今回、このね、木谷さんから動画をいただきましたね。木谷さんから自己紹介動画。これ動画概要欄に入れておきますけども、今日から動画始めます、よろしくお願いします、では多分次見てくれないんですよ。そうではなくて、これからどんな問題解決を私はあなたに提供しようとしているのかっていうね、方向性を示すことが大事なんですよ。例えばお金の問題を解決してあげますよ、もしくはダイエットに対して私はあなたに必ず問題解決を一つずつ毎日していきますよとかね、それから恋愛に対しての
役に立つ情報を毎日更新していきますよとかね、それから仕事の問題でお困りの方は私の動画見ていただいたら現場でよく起きるトラブルが一つずつ解決できていきますよみたいな感じで、最初にねチャンネル解説をした時に誰のどんな問題を解決するのかってことをはっきりさせることによってチャンネル登録を促すって形にしないとなかなかね厳しいと思いますので、そういう風にしてみたらいいんじゃないかなと思います。各私もですね、今はねいろんなジャンルやってますけど、最初はあの自己アフィリエイトのことだけやってたんですよね。あの2時間以内に2万円稼がせますっていう動画でスタートしてるんですよまあ稼がせるっていう表現はね、あの当時曖昧だったんですけども、売上を立てさせるっていう言葉が適正だったかなと思いますよね。稼ぐっていうのは実際に口座に入金されて現金を掴むってことになりますんで、稼ぐっていう言葉はちょっと今はね、当時稼ぐって言ったりね、売上を上げるって言ったりこれいろいろしましたけども、今では、自己アフィリエイトに関しましては売上を上げるってことになるのかなと思います。稼ぐっていうのは目の前の 人からお金をもらうっていうふうに私は解釈してますんで、ちょっと余談ですけどもね、ご確認までによろしくお願いします。で、肝心なことなんですけども、動画っていうのは無料で見れるんですけども、でも私はね無料以上にものすごくね多くのものを動画を見ている視聴者さんからいただいてると思ってます。それはですね、時間なんですよ。10分の動画を見るのに確実に10分という寿命を縮めさせてるんですよね、まあ、ですんで命と同じぐらい大切な時間を見ていただいているあなたからいただいているわけなんで、それに相応するようなね、問題提起問題解決を送らないと、私はね動画を見る方の命を奪ってるっていう意識でやってるんですよ。まあ、ですんでこういうふうに言うんですよね。一つの動画を見たら一つの問題解決ができるように動画を撮っていきましょうっていうふうな語りかけになっているんですよね。本当にね、見た結果お前の動画は意味なかったよとか、まあ、時間返せよって言われたらね本当どうしようもないんで、その辺はね申し訳ありませんけども、私の動画を作る時のミッションとしては必ず何かの問題解決を動画の中に搭載してるっていうことでございます。まあ、そういったことを忘れずにね、これから YouTuber としてスタートしていただければいいんじゃないかなと思います。今回の木谷さんへの返信は以上です。それではね、また動画をどんどん送っていただければと思います。よろしくお願いします。